君の遺影を撮りたいんだ。君はきっと会いに来ると思った。うん、そうだと思って私服に着替えてメイクもしたんだよ。準備万端だね。風が心地いいね。うん、そうだね。うん、私を撮って。そのために来たんだよ。私も君に撮ってほしい。光栄です。時間が許すまでずっと彼女と笑っていた。そこには明確な愛の言葉も肌が触れ合うような行為もなかったけど、彼女は何よりも輝いていた。そんな彼女と出会えた僕は幸せだ。君の家に行く。マスター、いつものでって言ってみる。君とジェットコースターに乗って叫ぶ。好きだよ。いっぱいいっぱいありがとう。私は、そして彼女は旅立った。彼女もきっと幸せだった。